音楽、それは人間の記憶に深く刻まれ、時としてその音楽を聴くことにより蘇る映像がある。音のプロレス。プロレスラーにはそれぞれにテーマ曲がある。その曲を聴けば数々の名シーンが脳裏に浮かぶ。そこにはいくつものドラマがあり、だからこそトークは尽きない。アントニオ猪木に憧れプロレスをこよなく愛する男、清野茂樹。幼い頃父親が好きだったプロレスを横目に見ていた男、小暮慎也。スチャダラパーの MC にしてプロレスも語れる男、坊主。そんなプロレスマニアたちが繰り広げるマニアなトークライブを開催。ここにプロレス界の数々の伝説が蘇った。2月某日、とあるビルの地下でそのイベントは密かに行われていた。ロープにしたら帰ってくるタイプ。はいはい、そうですね。そうですね。出る前に負けること考えるバカいるかよ。猪木が入場をするんですけど、たまにこうファンとかこうにお熱狂されて猪木が切れるもう人がすごいわーっと集まっちゃって、猪木さん大変です、もうこれ以上もうイベント続けられないんで、もうストップしますって言ったら、出るだけで俺がぼくろしてやるみたいな。この入場テーマ曲はタイガージェットシンです。あ、そうだそうですね。そうだ。戦慄とともに吉祥寺をプロレスに染めるこのイベント、そこに新たな刺客が。パターンもあるかな。どうでしょう。マネージャーに聞きやすぐ今何やってるか分かんない。今日何やってる。あ、出ないよ、出ないよ。なんか出んだな。でも言っときますよ。そのところで、会を締めさせていただきます。皆さん本当にどうもありがとうございました。もしもし、としみくん、今日プロレスのイベントやってるんですよ。で、小暮さんと、で、としみくん次ゲスト出てくれないっていうの電話してみてよって言われたんです。そう、うん、いいよって。7.26 音のプロレス第3弾実演編、生演奏を聞く会。ゲストに東京ナンバーワンソウルセット渡辺俊美を招き、生演奏を加えてより進化した音のプロレス。当日券2300円のところ前売り券を買えば1800円。ご予約お急ぎください。